はい、FX の相場解説なんですけども、天野さんが窓埋めのことをねちょっと前にお話しされたと思いますけども、あの伏線を回収した方がいいですね。窓埋めがどうこうとか言ってたのが、まあ、今はねちょっとネタに出てきてないんで、以前お話した窓埋めについてはこうですよっていうふうにお話しされるといいかなと思います。それからその他はね特に言うことないですよね。相場解説自体は正解だとか不正解だとか分かんないんですよ、これは誰にも、うん、だからまあ、天野さんが言うには、今回は雇用統計があるっていうタイトルで出てますんで、雇用統計の時にどうするかってことを入れておくといいですよね。雇用統計の時は何時から何時は相場から資金を抜いておくとか、もしくはね私みたいに金曜日はやらないんだとかね、その理由は金曜日は突発的な資金が入ったり出たりすることが多いからだっていうことですよね。で同じ理由で月曜日もやらないと、勝負するのは火水木であり、月金っていうのはしっかりと様子を見る、相場を見る日なんだよ、それが私のスタイルだよっていうふうに私申し上げていると思いますけども、そういった形でね雇用統計ってタイトルなら、雇用統計は何なのかどうするのかってことを天野さんなりのスタイルでお話したらいいかなと思いますよね。はい、FX の相場解説、声もしっかり入っていてすごく良かったと思います。先ほどのカフェラテの方はですね声がちっちゃかったんで、もうちょっと大きく言ってもいいと思いますよ。それではお疲れ様です。